SEO って初心者にでもできますか？はい、可能です。人間は助け合わないと生きられない。少ないものは分け合う。あるものは出し合う。人は助け合い。分かち合わないと生きられない。争わず。仲良く生きることが大切だよ。気がついたら、愛ある注意をする。相手が分かってないとき。気がついたらちょっと教える。凡人は注意されると面白くないが、魂の修行をしている人は、注意に感謝する。実は、注意する方が辛いのだ。辛いのに、嫌われることを覚悟して、愛ある注意してくれる。これは非常にありがたい。私のお師匠さん、注意されたり、教えてくれたとき、素直に聞ける。その人がマスターでありお師匠さんです。誰であっても素直に感謝して聞くことができたら、誰でもお師匠さんですね。お師匠さんが多い人ほど良いと思います。そして、すべての人間関係が良くなり、成功もするでしょう。今日は、人間関係が良くなる真逆の発想のお話です。では、今日も素敵で有意義な一日を。お過ごしください。最後まで見てくれてありがとう。このビデオは毎日発信してます。チャンネル登録して明日も聞いてくださいね。きっとあなたに幸運が訪れますよ。